じゃあ、最後ですね。え問い7、問い8の2問ですね。ちょっと、あの、切り付け長いんですが、えと、もうこれもね、回答を見ながら、確認をしてもらうことも出てくると思います。え問い7番、問い8番です。えー、問い七番、防線部 B、との心とは具体的にはどのようなことか、内容に即して説明せよですね。まずね、あの、赤ペンかなんか持ってたら、問題文とこね、201ページありますが、内容に即してっていうところをね、ちょっくら確認してもらいたいんですね。あの、よく出てくる形式の問題なので、こういうの知っといてもらいたいんですけど、あの内容 ように即すっていうことになるとよしょ。 よいしょ。即してって書いてあるんですよね。内容だと流れとかさ、文章全体からなんていうね、表現が出てくるんですが、あの、内容に即すっていうことだと、なんかすげえ読まなきゃダメなような気がしますよね。えー、読まなきゃダメなんだっていう意味ではないんですね。これね。内容に即す、流れ、文章全体からっていうと、要は、主張の部分っていうのがいくつか散ら,散らばってますと。はい。なので、 主張の部分が多分複数あったりしますんで、これをね、はい、ちょっとね、大まかに見ましょうと。はい。大まかに使うことがありますよっていうことなんですね。で、使うことありと。で、さらにプラス、はい。あのね、近場から答えが出ませんよっていう表現なんですね。えっ、ー、と、防線の大体いい近くから入試問題回答を出してくれたりするんですけど、防線の、よいしょ、はい。 近く、はい、からはいわ、はいえー、出にくいですよ出にくいというよりも防災者が出にるのはちょっと、ね、離れたところにあるとですよね離れたところにも根拠がありそうだから注意をしましょうと、はい、離れたところ、はい、にも、はい、根拠ありですよっていう印なんですね なのでまあ最後ね内容ガッチみたいなもんだと思っててください。で内容ガっチなのでね、えー、これ自体がほらね最初の部分に回ったり最後の部分に回ったりっていう内容ガッチと同じような流れですよって分かればいいなと思ってるんですね。なのでよいしょ内容ガッチ青ペンで四角にしときます。はい、はーいい 内容がちと同類なものだよねと思ってくれたらいいかな。よいしょ。な。はい。ものと、はい、認識しときましょう。認識するですね。 やつですね、まあ、そんな難しく考えていいです。要はあ全部読まなくても回答はつくんだなっていうとこですね。なのでちゃんとその辺をね今意識して問題取り組めるかどうか。じゃあまず防戦 B「との心」とはどこに書いてありますかっていうと防戦 B でございますんではいよ。えー、198ページね「えー、国試の御前に出てことの心を諦め申すべし」と言ってますからね。はい。えっと「の心を諦め申すべし」ですよね。ことの 心を、はい、その後ね諦め申すべしですから明らかにしようっつってのはね諦め申すべしとなってますね、えー、諦め申すべしなのでよいしょ赤ペン使いましょう、はいえー、とまずべしがあるから絶対な表現なんですねべしってね絶対な表現なんだよなのでまあ水量計なんですけども まあ意思を取ってもいいですねなんとかしようこうしようなんていうのもいいんだけど一応べシしくん出てくると「絶対に」っていうキーワードが入っていいですせって話になるからはい「絶対に」の意思がここに入ってくるな「絶対に明らかにしよう」的ななおいしょこれ漢字で書いてるからね、えー、特に大きな問題はないんですがひらがなで書かれちゃうと「諦める」っていうとね、えー、なんかこう「 もうやめちゃえみたいな表現になる人もいますが「諦む」って動詞は「明らかにする」ですから「はい明らかにしようと」とするってことなはいで「ことの心」が問題でしたねはい「ことの心」の「心」これはもう完全に重要単語でもってくださいね「心」っていうと「 当然人だったらね気持ちで心を使いますね心っていうのは中に含まれたものっていう概念を持って中に含まれているもの人だったら気持ち人じゃなかった場合どうすんのって今回言ったよ人じゃないんだぜ人じゃない場合はこれの中に含まれたものですからはい意味とかさあとは内容ですねはいなんかさこう 演歌,か何かで演歌の心ははっって言って言ますすけど演演のの気持ちででないですからね演歌の意味とか演歌の内容ですからね。って考えるとこれが人ではないのでじゃあこれ意味内容だと。で意味内容を明らかにしようって言ってて今回はじゃあ何かっつう話だよね。えっとこれ前の部分のね197ページに書いてあるんでそこを多分見ないとまあ主張表現見ながらねいかなきゃいけないと思うんですが。 前の問題なんかにもこれ被ってくるんだけどさ、やっぱり問題ってリンクするんだよね。あの、リンクして被ってきますんで、えっ、ー、と、問いの2番とか、問い3番とか、問い4番とかね、えー、と、も被ってはいるんですが、えっ、ー、と、防線部 A なんかのとこね、ちょっと見てみると、あの、見てみたとき、あの、さっきの問題なんだけども、もさっきの前の問題ね。えー、さしも、みの道心得たまえるごぼうなれど、この国のことはうとうとしくわしけりかなんか言ってますよね。ちゃんと踏みかなんかでね、漢詩とか漢文とか使ってますから、その辺をヒルントにしてもらっても構わないと思うんですが、このことって、 っていうのを僕らはよいしょう。はい。今まで直前までなんて言ってるのかな、直前までの部分を確認するよ。直前までの部分と対応させるようですね。直前の部分。はい。を対応させますとか。と対応させます。はい、と対応させるとねよいしょ。ことなんてさ、いっぱい出てくるんじゃないですか。 ことなんて言葉いいっぱいありますもんね普通に何かすることのこともあるし、えー、とあと何があるかな、うん、異なったなんてこともありますしねでこれは何なのっていうと「ことの心」ですから、うん、前見たけどね、えー、手紙もそうかもしれませんしあとは、えー、と監視なんかもそうかもしれませんでカ、えー、っコつきの部分が、ね、いくつかあるから見えるかなと思うんですが197ページの後ろから2行前「純、えー、主の和名書を見ずや」 まさしく、OK、オケかっこオ、OK、ケって書いてありますね。と書きてありかなんかで、オ、OK、ケのなんか表記の仕方がかっこになってるんですよね、これね。で、その前の部分ですね、前というかその段落的に2段落目かな。えっと、197ページの前から3行目なんですが、同じところに宮司にて、背歌など読むものがありと、読むものありけりか。ある日、まあ、ひと日である日ね、ひと日、ひ、えと、ー、日、奉仕狩り聞けるに、弟子にて、弟子に書きてやる本に、オケという文字 の金書きに箸の「お」ののについて「お」で「おけ」と書いたのを見て宮司があざ笑って「ごぼうには仮名の使いざまをまだ知らせたまわぬにや」と「おけ」は「奥のお」を用いたもが習いなりと言ってますからどうやら文字の書き方の話をしてるんですよね。文字のことについいて僕らははい ことについて「こと」ってのもおかしいけど「ことを使ってるんだね」でしょっていうことはこれはおそらくよいしょ。言葉ってことになるんでしょうね。なのでここは「言葉の意味」っていうふうに考えるしかないんでしょうね。 で言葉の内容を明らかにしようとでどうやらその明らかにするものってことは今ここでは分からないものですからね分かんないのはって言ったらねおけの書き方みたいなことが書いてあるでおけの書き方みたいなところで喧嘩になっちゃったっていう流れになってるんですねこの文章に関してはねなのでことの心を明らかにするその諦めする明らかにするってことは分からないから明らかにするんですからねいいこの明らかにするをじゃあ切り飛ばすよはい。 わからないものを、はい、もしくは疑問のものだよね同じか <laughs> 疑問なものはいものを明らかにするのもんね解明する感じですもんねもう解明の目も明らかですから解明するってことだから今よくわからないもの何ですか わからないものって何ですかって言うとはい、オ、OK、ケの書き方でしょあ、これ書いたらか書くでしたよね、ごめんねはい、オ、OK、ケって文字の書き方だよねなので、お、ごめんなさいおはい、オ、OK、ケの書き方ね、オ、OK、ケの文字ですね まあどう使っていいのかかわらないっつ話ななんでしょ、はい、なのでこれがわからないものだとされればあこれをどうするかっていうことを説明すればいいんですねなので問い7番の回答は、まあ、言葉の意味っていうのはねまず取れないとしょうがないかなって気はするんですが前のつながりからそれはね言ってもらいたいのねで前のつながりっていうのはさっき書いた通り要は 内容に即してっていう問題になってるから、防線の近くには出にくいよっていうところがね、離れたところにありますよってやつね。で、先生なんでその最初の方を見たんですかって話になってくるわけじゃんか。だから突然だって2段落目がどうのこうで始まったじゃないかって言うんだけど、僕見てたのは、防線部の1番とか、防線部の2番とか、防線部の A なんですね。要は、問題に被ってるところ、それは、よいしょ、こっちか。ほら。 内容合致と同類の認識なので他の問題にかぶってくるところになんかヒントがあるよって僕らは認識してるのねだからそこ見たんですそうするとどうやら言葉のことを言ってるらしいから言葉というものを出したで言葉っていうのがあるあの文字のことについて喋ってるから言葉が出てきてそれを明らかにするってことを明らかにするんだから分からないことを明らかにするんでしょってで今回分かんないのはオケの書き方らしいねということになってるからそれを回答にしてあげればいいんだよねだから回答からら けばこの、OK、っていう漢字だよね、まあ、これの漢字読み方表記まあ読み方同じか「オケ」だもんな表記だななのでこの表記の仕方っていうのは「オケ」あとは「オケ」のうちどちらが正しいかということっていうことになればいいんですよね。まあ軽く書いてみるるとこうなるわけですよはいでわからないから「気に入ったんすもんね」っていうねつながりができればいいんでしょはい これねケー、OK、というものの表記これについて聞いてて「これはーって書いて例えばこの「O を使うのか「オッケー、こっちのねくっつきのねはい「オッケーのうち、はい、どちらを使えばいいのかでしょどちらを用いる まあ良いかということですっていうことが僕ら分かってればこれに即したような回答になってればいいんですね一応の回答例と書いたので一緒の回答とは若干ずれてますけど要はこれがキーワードになってて書き方なんでこの辺がちゃんと二つ入っててで明らかにするからよくわかんないからどっちを使えばいいのかなっていうほら、ね この辺が自分の立ちの中で「あそんなん書いたよ」って言うんだったら丸もらえますって話なんですね。一応模範回答の方は 多分そっくりじゃないけど同じ,同じようなこと書いてたんですけどえっ、ー、と桶、OK、の仮名表記はうんそうですね桶、えー OK、と桶、OK、ケ、こっちひらがなになってますね僕カタカナで言ったんですけどねはい桶、OK、と桶、OK、のうちどちらが正しいかということうんそうですね大体同じですね、えー、になってなきゃいけないことになりますから、まあ、その辺はあ確認してもらえるといいのかなですでひらがなでもカタカナでもいいんですけど僕,僕はカタカナにしたのはたまたまカタカナが見えただけなんですけどねひらがなでも何の問題もないもんねひらがなも書いたらもうね桶、OK、とケ、OK、ってあるんでそれでも構わないので ました。一回とか。まああのか使ってればいいんですもん。本文でね、ひらがなでもはい。オッケー。逆ですよ。わかってますね。はい。オッケだけにをすみません。はい。オッケだけにオッケーです。どっちもミス。はい。なのでこれをね使ってくれるといいかなーって言うんであの。 使っていいかどうかっていうのは、あの文章に書いてあるかどうか、えー、とテキストに書いてあるかどうかで決まりますね。その辺ね、えー、理解してくれてありがたいなと思います。はい。えー、まあこれはそこまで難しくなかったのかな。あ最後、これがね、どう書いていいか分かりませんって問題になるんですが、問い八。えー、防戦部 C に、またも訴え事の起こらざなるために、教え、知らすなりとある。ここで 国士が教え知らせたのはどのようなことが2点に整理して簡潔に答えなさいの二2点に整理するっていうのがねちょっと欲しいんですね。よっしゃきれいにしましょう。はい、問8これねあのさいくつかって数字をキーワードにするって大きいんだけども2点にって今回書いてありました。はい、この2点ってやつがね 素敵なんですねこれもねむやみに内容を捉えても無駄なんだぜ。分かるかいこの記号これが視聴表現にあたる記号なんだけどもし2点と言ったら例えばね「はじめに」とかあったら絶対これ次に出てくるさキーワードになるじゃん。 ジャンクの助数詞って言うんだよねこういうものであったり当たり前ですから数字が1つはなんてあったら当然2つ目以降出てくるじゃん。とはなるよねそうだよね。であとは今回これ使ってるんだけども2つじゃんってことはこれが使えるんですよそうだよねまたあったれば A また B とかの状態になるわけだから2つ出てくるじゃないですか。 こういう記号がどっかにあるんだよねって話になったで、まあ今回なんて書いてあるっけ国使が教え知らせたっていう表現がついてますよね <noise> が教え知らせたんでしょ <noise> ってことはさこの大学いあ、酷使の読み忘れてるじゃんね、はい 国士ねするとねやっぱりしょこれちゃんと見てね国司が教え知らせた黄色のがいいか教え知らせたんですよねはいこれ誰々に教えたってことでしょうはい「誰かに」ですよね教えたってことはもうこの段階でほほーとはい。 ってていいいう判断はでできななとね字の文で教えてないよだねだ会話文について僕らは表記されているところで教え与え与たものが確定しますここと先に書いたら2点と言ってるんですから数字の部分を取ればいいっつう話なんだな。すると国士さんのとこの会話文を考えてみるとねまあ国士さんというか。 これ、えっ、ー、と、防戦部、結構いっぱい入っててね、えっ、ー、と、防戦部7番のとこだったかな、えー、防戦部7番の問題でね、えっ、ー、と、問い5番でしたっけ、確認したような気がしなくもないんですが、えっ、ー、と、この部分の様にも似ざる登場に及びぬるって書いてあって、その部分でね、確認したことになるんですこれ結構長かったっすね。 なかったっすね198ページの、えー、後ろから7行前でしたっけえっ、ー、と、ここに神、大きに怒りてって言って、およそ偶は、清く、赤き心かなんかの部分がありましたね。その部分から会話が始まってます。その部分ね、よーく見てってあげてください。するとね、出てくるんですね。で、防戦部 C。またも訴えごと残らざるために教え知らすんだよっていうのが、じゃあその前の部分になんかそのね、こういう、はじめにとかの記号があるかなっていうと、ないでしょう <laughs> ないねー。 じっと見てもなないいいですねうんないはい、やっぱないねないんですよでその後ね仮名遣いのことを記せる書に「おけこうけ」と書きたるは「きもて作れるおけ」のことにはあるはずから始まるんだーって見ていくとこれも最後の方になってくるとこにはなるんですがちゃんとね「また」っていう言葉が見えてくるはずなんですねそれがどこにあるかっていうと見やすいのは傍線部 D「いたずら2」がありましたその「いたずら2」の左斜め上のとこに「また」ってついてるね ありますねこの左斜めの「また」っていうところにえー、とじゃあ赤ペンかなんかで四角でもつけてもらいましょうか「また」ってことは前の部分股後の部部分分ま後っていう構造になりますよねこれが「また」の構造なのねはいはい構造でーすまあこんな書くまでもないと思うんだけどさ、まあ、内容そんなにね長くないのかもしれませんがここに「A」の部分の内容があります。 A 内容またはいで下にあって B の内容の部分があるでしょこうやってはい B の内容ねちょっと雑ですいません <laughs> からじまた」っていう言葉をじゃあ僕今赤ペンで四角って言っちゃったんで赤ペン四角にしといてあげるとこれがいわゆる並列用法になるんですよねってことでしょはいそうすると 今問題になっている、はい、2点というのは1点目がここに存在して2点目がここにだけダメってことになるんだよね。そこをまとめただけ、はい。じゃあ1点目は何でしょうっていうと股、ま、の前をねちょっと見てあげましょうどっからかっていうと結構これ長いんですよね。ずっと戻ってっていいとこまで行くんですがここに場とかをね利用できるとねいいかなって気がするんですけどねまあちょっとね見てあげましょうどの辺からかっていうとこれどこまで戻ります あ、このお女のところで切れますね。なので、えっ、ー、と、股の部分から、1、2、3行目、前、どこに、このお女、まあ、と読みますけどね、この港と言ってますから、なんか前に名前があるんでしょう。この皆、共にお、OK、け、お、OK、けにて曲げれやすければ、 金の子と互えじとて弟御子を仮に「小桶」と印つけて金遣いの書に書き留め「起きてしよう」あとの人は日本儀を「だに」読まざりければ先立ちの心持ちもいたずらになりて「桶小桶は水入るる器ぞ」と心へ「過ちけるなり」と言ってますからどうやら1個目の内容は」 えーと誰かのお名前なんですねちょっと前見ればね、えー「巫女とかついてますからね「み子のお名前天皇さんですからね」そのお名前が同じような読み方だったんで変えたっつう話だよねそれを読んでいったらこの時代がねさあの先に行っていくとなんか水入れる器と理解し誤ったんだってやつがこれねでまたはい次「オケのカナ文字ねオケのジは、えー、から仮の字ね仮の字は、えー、純阿ン・の書に書 OK、このね漢字ですねと書かれたればそれによるべきことり断りながらあ断りながら後の世となりては歌の道にも立てるその筋の 家えあればいろんな家があるよね要するになんとか流派ってやつよ流派があるのでおのおの死に従いて教えのままに書かんことはさもあるべし要は先生がこうだよって師匠が教えたんだったらそのまま取らないとその流派じゃなくなっちゃいますからそういう風うなことを書いている書かんことはさもあるべしでまあ、とまりこうまり役なき者抗いしとか言ってますから要は2つ点出ましたね1個目っていうのはなんか,どれか兄弟の名前で使い分けたんだそれを勘違いしたんだっていう また歌をやった時には流派が分かれるんだから先生の言った通りに書くべってだから結局文字的にはそれに従っちゃうんだから喧嘩することもねえよみたいなどっちになるかはしょうがねえだろって確実に決まってるわけじゃねえべってことを言ってるんだよね。だかららまたも訴え事が起こらないように ね、じゃあこっちの受けはどうなんですかとか怒らないように教えるのはこの後に書いてあった「また」の表記のところで理解できたよなってことになるわけだ。なこれが内容関係の問題になってますんでその辺を、はい、2点僕らは書かなきゃまずいわけだからのポイントね分けると一緒はい1個目はこんなこと書いてあればいいですよねって言うんでまたこうカタカナに僕してますけど OK。オッケー はいあと皇家にし書きますねはいオッケー皇家ははい本当ははい一応ねこれ天皇家さんらしいので天皇ねまあ未子で全然,全然構わないと思いますがはいえっ、ー、と天皇の兄弟はい兄弟の名前を区別するものだみたいな。 名前をはい区別するもの、はい、これも必要ですね区別するものですねで区別するものっていうことが分かってるこれが書いてはもう「丸です。でかっ二2番持ってってあげるともう一個の点は何っていうともう一個の点はえっ、ー、と源の下郷さんなんていうねまあ方らしいんですが。 はい、ま淳さんねはい淳ってあったね本部にねこの淳の人だ下五なんだね本当はね読み方わかんないもんねえっ、ー、と淳でいいですはい淳の時にはとはい、源の淳の時にはです読み方わかんなくてもねしょうがないですねはいえっ、ー、と「おことあった」っていうね漢字はちゃんとありましたんでこれですね「おこ」<laughs>「オケーかおこちゃんにオえケーだなはい「オーケはい、オけ」「ケーと「あった だが、はい。あとは歌ですね。流派ができるんですね。まあ家家でもいいと思いますが、流派ができて、はい。流派ができて、それぞれの詩に従うと。音、それぞれの詩に。 従うんでしょう。従うものだ。みたい。 っていう2点がどうやら分かるので、えー、表記はね異なってしゃーねんじゃねえのだよな2番で従うから表記は異なっても仕方がないんじゃないのっていうところがどうやらポイントらしいねだこれはもう書いてあることしかいけませんからね、えー、こんなことのやつなんだよおけとこうけの違いはねっていう説明をしたんでしょうねそれが問いの8番の、まあ、2点まとめるとこんなのをじゃあ一文にして答えすればいいよねってさね、えー、あの分けて答えすればいいんだよねなので問い8番のえっ、ー、と 回答ですね回答例の方ね206ページなんですが「OK こうおけば日本書紀も読めない後世の人が水を入れるお、OK、けだと勘違いしたのであって本当は、えー、なんちゃら天皇となんちゃら天皇の兄弟を奏で書き分けたものであるということっていうんでまあこれが絶対入ってるでしょうねその前の条件でなんかお、OK、けをね間違って確認したなんてことがあってもいいでしょうとはい。 で、もう1個目は、えー、と源下高さんの書にはね、えー、確かにオケをオケとか書いてますが、はい、この時にはこれと書いてあったがってやつだね、えー、後世になって和歌の道にはさまざまな流派ができてるんで流派ができてそれぞれのお死,におし死の教えによって表記が違うと死に従うものだと言ってますからこの2点がポイントになっていくんでしょうね。どこを見てるかっていうと書いてあることがしっかりと、えー、表記されてるように書かればいいからね、まあ、一番の方の条件として、えー、オケとはオケを、ね、漢字のオケねこ水入れるオケとは違うんだよ って表現があっても何の問題もないんですがというかこいつらがなかったら回答にならないってことなんだよねだ記述ってそういうものだっていうのを理解してほしいねで、これもちゃんとねまたなんて言葉をつけながら、えー、ポイントを僕ら見抜いたのでそういうね、えー、なんかこう決まったキーワードをこれから探せるようになるとねいいのかもしれませんねちょっと難しかったんでもう一回ぐらいね、自分で確認してできるようになってくれたらありがたいと思います以上です